第12回レインボーマーチ札幌、受付を現在開始しておりますが、本日のブース内どんなものが、あるのか、どんな団体が出展しているのかご紹介していきたいと思います。ラブピースクラブの、ブースで女の子のエッチグッズを売っておりますので、皆さん遊びに来てください。お願いします。お疲れ様です。親の会です。今年はおにぎりをまたもう販売してますので、ぜひ出発前にお買い求めいて、ちょっと腹ごしらえをしていただければと思います。よろしくお願いします。ブースはそこです。お母さんから一言。あ、お母さん、元お母さん、おはようございます。今日もお疲れ様です。ナイスミーティング。私もおにぎりたくさん、頑張って握りましたので、左から2番目、あちらから2番目で、お母さん方販売しておりますので、どうぞ、試食なさってください。お腹いっぱいにしてパレードに参加していただければ。元気で頑張りましょう。親の会の皆さんでした。ありがとうございました。そしておはようございます。札幌のクラブイベントをオーガナイズしておりますクイアでございます。本日クイアブースでは、こんな炎天下の中ね、もう喉を潤す高級なソフトドリンク、アルコールを販売しておりまして、でなんと、あの S カップ1800円なんですが、なんとおまけで女装の、賞を集めました。 DVD がおまけでついてくるという、これはね、もう本当にいち早くご購入していただきたいと思いますので、はい、本当にクイアブース、バディブースさんの向かって左側の通路入っていただけますとございますので、よろしくお願いいたします。はい、札幌の LGBT シーンを盛り上げているクイアブースでした。ありがとうございます。そして続いてお願いいたします。皆さんこんにちは、中村と言います。はい、皆さんこんにちは、お疲れ様です。私はビエルと申します。私たちは世界エイズデーブースで参加させていただいています。で私たちのブースではミニミニ写真展を開いています。ポラロイドで撮った写真にエイズに関するメッセージを書いていただいて、皆さん簡単に参加できますので、ぜひともお立ち寄りください。でご協力していただく方に札幌ロゴの入った冷蔵リボンのバッジと、あとコンドームをプレゼントしていますので、ただ条件があります。コンドームは今日のうちに使わないといけないんですよ。ぜひともお立ち寄りください。ワールドエイズデー札幌実行委員会のブースでした。ありがとうございました。続いてお願いします。皆さんこんにちは。テラ出版バディのヒロです。今日はステージの目の前にバディブースが出てます。ここではお得な下着の販売や最新バディグッズ、あとスタジオスタッフさんと合同で、ブースを出してますので、新商品のペペの、スペシャル版がお買い得で売ってます。あとナイスバディエントリーをの、投票も行っていますので、ぜひお立ち寄りの際にシール気に入った子に1枚貼っていただければと思います。よろしくお願いいたします。バディブースでした。ありがとうございました。続いてお願いいたします。レッドリボン札幌です。バディさんの左隣でブース出してます。販売しているのはこういうレインボーのストラップとかレッドリボンのマークの入ったポーチなんか売ってます。今日は着ぐるみでコンドームの形の着ぐるみで、会場内回ってまして、一緒に写真を撮ったら幸せになれるそうなので、ぜひ見つけたら写真撮ってメッセージをください。お願いします。 NPO 法人レッドリボン札幌のブースでした。ありがとうございます。そして続いてお願いします。はい、こんにちは。ウェーブ札幌並びに SMA フロートのコータと申します。ウェーブっていうのは、札幌市とですね、SMA という主に SA ビルの中のままで構成される、5店舗からなるですね、店のママと札幌市が提携して HIV 予防啓発の、活動をやっています。で、バディさんの向かいにひときわ地味なところがあるんで、そこでやってるので、こういうコンドームとか、あとですね、札幌ゲイバーマップっていう今年版ができたので、これを手に取って夜は、ぜ
ぜひ SA ビルの方にお越しください。それとですね、後ろの方にSMA フロートというですね、今年はちょっとメッセージ色を出したフロートを出してます。皆さんよかったら一緒に歩いてください。よろしくお願いします。ウェーブ札幌のブース、そして SMA フロートどうぞよろしくお願いいたします。続いてお願いいたします。皆さんこんにちは、スタジオスタッフと申します。今回先ほどバディさんの方からご紹介あったと思いますが、バディさんのブースを借りまして、新商品の、販売を行っております。こちらですね、ペペの、新たなコンセプトの商品となっておりまして、まだ、世の中どこにも出回ってない商品です。今回ここが初めて販売しているのですが、こちらですね、右手の方がですね、失礼しました、皆様から向かって左手の方が、肌との相性のいい、ローションラボイルというふうになっておりまして、向かって右側の方がですね、ゴムとの相性がいいといった、コンセプトのローションになっております。それぞれですね、無料でお試しいただけます。私はですね、店頭のところで立ってこのように持っていますので、ぜひとも手に取って試してみてください。今回限定で、まだどこにも出回ってないもの、数限りがありますが販売しておりますので、ぜひ立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。スタジオスタッフブースでした。続いてどうぞお願いいたします。皆さんこんにちは、アムネスティインターナショナル札幌28グループの高見と申します。アムネスティの方で売ってるのは、セクシャルマイノリティに対する世界の法律っていうので、世界各国でどのような規制が、セクシャルマイノリティの人たちに対してなされているかという、そういう、本の他にパンフレットも売っております。場所は先ほどの SMA さんだけの、隣、このレッドリボンさんの、裏側です。どうぞよろしくお願いいたします。アムネスティさんのブースでした。ありがとうございます。そして最後お願いいたします。皆さんこんにちは、ピアフレンズ、10代20代のゲーム系の友達作りイベントをやっております、石川太陽と言います。よろしくお願いします。ブースはですね、あちら皆さんから向かってあちらですね、手振ってください。はい、あの辺りにいます。グッズはですね、日英 LGBT エクスチェンジプロジェクトと言いまして、日本の若者 と、イギリスの若者を交換して、交流をしましょうというプログラムのお手伝いのための、チャリティーグッズ売っています。これ、で一番おすすめなのがですね、300円のこのレインボーバンドですね。これ北海道に上陸するのがなんと2年ぶりぐらいなのかなというふうに昨日伺いましたけれども、これが300円でたくさんあちらで売っていますので、ぜひこれをつけて、パレード一緒に歩きましょう。そして、ヘンプグッズなんていうのもこのね、バンドもありますので、ぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。ピアフレーズブースでした。ありがとうございました。お忙しい中、各出店ブースの代表者の方ありがとうございました。皆さんぜひブース遊びに行ってくださいね。ありがとうございました。